皆さん、こんにちは。森谷ドラムスクール講師の、森谷亮太と申します。今回はですね、リズム練習としまして、シングルストローク、そしてダブルストローク、パラディドル、この3種類の、チェンジアップしていくというような感じですね。チェンジアップということは、一定のテンポ、今回はテンポ70ぐらいで設定させてもらってるんですけど、テンポ70の、4分音符、8分音符、3連符、16分、そして6連符、32分音符というような、リズムっていうのを、どんどんこう速度を上げていくというような練習ですね。で、今回なんですけど、手だけで割とこう練習をするとですね、メトロノームにこう黙々とこう合わせにかかっていってしまうような感じなので、今回も足も一緒に動かしながら、手をこう加えていくというような感じですね。で、足をこう入れるようなこう利点としてはですね、体に一本のこの芯ができるというか、今回はその足を8分音符ですね、テンポがこう1、2、3、してたら、ダンチャ、ダンチャ、交互に動かしながらのこう手を動かすというような感じでやろうと思ってるんですが、その足をこう加えることによってですね、体にこう一つのこう芯が、こうノリが生まれてくるので、そのノリの中でこう手を出しやすくなるというような感じですね。で、シングルストロークは割とこうやりやすくはなってくると思うんですが、ダブルストローク、パラディドルと続くとちょっと難しいパターンにはなってるんですが、足を入れた、シングルストローク、ダブルストローク、パラディドル、続けて、やってみましょう。ダブルストローク、パラディドルに関しましてはですね、どういったところにこの足と手がこう当てはまっているのかっていうのを、割とこう理解ができると、そしたらこう体で合わせやすくなっていくのではないかと思います。ダブルストローク、パラディドルになると、結構こう曖昧にやってしまうことが結構あったりとかするので、しっかりとこう手順を確認しながら、バスドラね、こう足とこう、しっかりとこう合わさるところっていうのを確認しながらやってもらえるといいと思います。はい。そんな感じで今日は終わります。さよなら。